今回はラミア戦争を解説しますね。この戦争によってアレクサンドロス大王の死後に帝国の医療をめぐって争った異将たちディアドコイの闘争は一時棚上げされます。ラミア戦争の原因は2つありました。亡命者を呼び戻すというアレクサンドロス大王の命令に対してアテナイの人々が蜂起したことと、帰還した部隊と亡命者がダイナルムの傭兵市場に混乱を巻き起こしたことです。アテナイ軍がマケドニアの摂政アンティパトロスをギリシアのラミアで包囲したことからこの戦争の名前がつきました。マケドニアの援軍がラミアの包囲を解きます。ギリシアの同盟都市に見捨てられたアテナイは紀元前323年にダーダネルス海峡とアモルゴス島での海戦で敗北を喫し、陸上でも紀元前322年にテッサリアのクランノンの戦いで敗れました。アテナイは無条件で降伏し、指導者の一部は処刑され、反マケドニア運動を展開していたデモステネスは追跡されて自殺に追い込まれます。さらに巨額の賠償金を支払い下等政治が敷かれ、主戦論者の市民はトラキアへ強制移住させられます。そしてピレウス公派マケドニア軍に占領されました。こうしてマケドニアに対するギリシアの反乱は鎮圧されたのでした。今回の解説は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。